画面の前の皆様、こんにちは。村人Qでございます。本日はここ城西の神殿にて逃げていこうかなと思いますが、はい、お相手はどちらかな。やばいやばい、バレるバレる。こんなもん大っぴらなところ歩いてたらね、バレちゃいますよ。隠密系のキラーやだな。隠密系のキラーがね、私苦手なんですよ。切られた。誰かが切られてるときは安心して発電機を回せるチャンスです。はーい、破滅。やばいやばい、来てる来てる来てる。切られた人来てる。心音が鳴っている。あの豪快な倒れ方、あの豪快な倒れ方は、ちょっと待って、殺人鬼だけ見たい。姿を現してくれ殺人鬼。え、すぐ心音消えたね。え、あ、結構あれか。あ、見えんな。え、でも少なくともあのマイケルではないことは分かった。いんのか。いるものと捉えていいですか、それは。狡猾？違う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 。壁になる壁になる。私の方追ってくれる。あ、ピッグか。嫌なキラー来たね。しかしもうあれ半分切っちゃうんでね、助けないと。あー、ごめん。でも半分、あー、つけられたか。いいタイミングでつけますね、逆トラバサミ。来てんな。血の跡バレなかったか。ふう。ピッグね、ボロータイムがあんま、あったん刺さんない時があるんだよね。ちょっとここら辺に破滅ないか、たまにあるんですよね、ここにね。これ違う。脳腕対策もやりたいところとか、助けに行ってる。ノーワン対策もやりたいところなんですが、まあ、なかなか厳しいんじゃない。あの人次ラストなん で発動する。上でチェイス。バレた。あっちも隠密してるね、そっちも密してるね。城西の神殿の一番分かりにくいトーテムの位置。すっ、残念ながらピックではないんですな。残念ながら私はネアです。あなたと同じネアなんだな。破滅探しに行きましょうか。とりあえずそこ一旦触っ、ありがとう。チェイスはしてないよね、ただ単に走り。オッケー、ただ単に走り回ってただけかな。待ってくれ、破滅じゃないか今。バチってなってたよね、バチって。バチってなってたんで、壊したのは破滅ではない。あれ、チェイスしてんのかな。ちょっと確認、スキルチェックがまだ出てきてないんで。
あれ、チェイス、壁に入る。追われてんの向こうだな。チェイス判定切れた。チェイス入った。あ、破滅だ、やっぱり。しかし、助けに行くには遠い距離。チェイス切れて入る。右下のね、タイマーが進んでるか否かで、チェイス中かどうかは判断できますね。治療する？え？治療マークが出ない。ちょっとすまん。治療できないバグは治ったはずなんだが、カバーに入る。カバーに入るじゃん。カバーする、カバーする。全力でカバーする。はいよ。なんとか逃げてくれ。みんなカバー入ってるね。さあ回そう。今回鋼の石というねパーク、ついに、ジェイクの固有パークなんですけど、ついにねレベル3が来たので、積んでおります。さあ静かに発電機を直していく。でレッドフォレストなんで、草の生い茂るところをしっかりと選んで移動すれば、血の跡は見づらい。下かな、あれチェイスしてんの。下で最初釣られてたケイトかな。あ、チェイス切れる。しかしチェイスが切れたところでタイマーは進んでるんでね。チェイスに入る。まあ、正直言ってね、後ろ向きに追えばなんということないんですよね。ピックの逆トラのうまい使い方。メグ、めっちゃ声漏れてるね。あなたから直そうか。まあ、さっき。こうだ。しまった。読みが外れたな。オッケーオッケー。ラス1、ラス1。ラス1だから早めに発電機回していただけるとありがたいんだが、そう今回こっちが地下なんですよね。もしあれなら私まず発電機なるだけ2人で固まってやってくれるとありがたいんですが、あ、治療する？治療まず入れてくれ。あ、治療してますね。イチャイチャしてるな。私もイチャイチャに混ざりたい。私もイチャイチャに混ざりたいぞ。まあ、しかしその中に発電機はあるか。小屋の中にジグソーボックスは見えるんだけど、一人が救助に来てくれている、一人は発電機を回している。しかしここにピックが近くにいるよ。ピック近くにいるよ。ボロータイム持っていないとまずい。ボロータイム持っていたとしてもまずいが、さあなるべく半分を切る前に救っていただけたので、それは非常にありがたい。ちょっと遠回り、大回りして行こう。来てる。向こうを追ってくれている。ありがたい。これでもここで外すの怖えな。外れん。あっち行きます。ピックね、私違う、そこでチェイスしてんのか。じゃあ向こうだ。ピックね、私ね、このトラバサミなかなか外れないんですよね。このトラバサミがね、逆トラなかなか外れないんですよ。なんでかな。
逆にね、私がピックやってトラバサミつけるとすぐ外れるんですね、これがね。いや本当に謎が謎を呼ぶピックですけども。あいよ、外れたね。助けに行くにあたって、あれが欲しいのよ、あれが。箱、治療キット、治療キットがないとね、あそこ近くにいた時が大変だから。ちょ、じゃあもう救助もう一人に任せて、私発電機回すか。そっち結構進んでたでしょ、こっちの発電機。お、バレてないバレてない。もしあれならここはスマチャクが使える場所なんで。あ、進んでる進んでる。もうつけるわこれ、つけきる、倒して切る。オッケー、ゲート地下、まずゲートだな。開けてくれている。救助に向かうか。あー、スマチャク無駄に使っちまったな。ちょっと待って、逃走用のスマチャク、スマチャクの疲労回復するまで持つか。来てる、ノーワン、やばい。持つか、持たんよな。うわ、帰ってきてる来てる、帰ってきてる、逃げろ。とりあえず帰っては来ている。帰ってきてる、開ける。お、立ってる。ちょ、じゃあ我々逃げよう。もしこれがノーワンじゃないなら逃げる、すぐに。すぐに逃げて、あの、ミンは、あー、ダメだったか。じゃあ最後、最後ね、まあ、ちょっと、二人で、待ってくれ、これ血の番、血の番人の可能性あるから、ちょっと、あー、なかったなかった。いや、ちょっと血の番人警戒してね、ちょっと逃げちゃいましたが、なかったみたいですね。というわけで、ピーク怖いって感じでしたね。あ、ミンじゃなかった、ニアだった。ニアじゃない、メグだった。まやかし。まやかしと、いたわりか。これね、いたわりまだわかんないんですよね、速さ的に。速いとか遅いとか。で、あ、ジグソーボックスを調べる時間増加。で、スキルチェックミスの時のペナルティー増加。というわけで、今回は、鋼の意志でね、声を漏れないように、プレイしていきました。こういうね、セルフケア意外と時間かかるんで、こうやってこう傷をこう自分で治療しないような構成も、がね、今の主流と、主流なのかな、主流となっているらしいです。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。